クリスチャン主政では、アルザス地方生まれで、フランスで学び、アメリカ合衆国に移住した画家である。歴史画や肖像画を描いた、ペンシルベニア美術アカデミーで教えた、ドイツとの国境が近いオーラン県のケブビレールで生まれた、1842年から1847年の間、パリの国立高等美術学校でアドルフ・イボンやポール・ドラローシュに学んだ。その後、 アメリカ合衆国に移住し、1850年代の初めからフィラデルフィアに住んだ。フランス時代からの版画作品も制作したが、油絵に専念するようになった。代表作の一つ、1857年の進歩させた人々は、アメリカの発明家や学者たちを描いたもので、20人、あまりの人物の肖像画などから主精霊が構成して描いたものである。 同様な作品に窓辺のワシントン・アービングと文学仲間があり15人余りの著名な文学者が描かれている。1863年頃に脳卒中で右手に部分的な麻痺が残り、1865年に国外で手術を行ったが回復しなかった。1968年にアメリカに戻った後、フィラデルフィアのペンシルベニア美術アカデミーの教授に任じられ、 教授の職を修正務めながら創作も続けた。修正例の作品は、ジョン・サーテンらの版画家によって、版画として出版され、一般によく知られていた。ありがとうございます。